ドロとカネチーでイゴリトナシドロイヤジェロリー来ましたやってきましたさあということで早速ですけども、今日は我々イゴズイがイゴズイいやラッパーの家にラッパーね、はい、ラッパーの家にちょっとぶち込んで勝ち込むみたいなそんな感じみたいなんですけどもそうね、光一くんの家に、はい、今日光一くん期待してたよじゃあ行っちゃいましょう、早速ピンポンダッシュ行こうオッケー、行きますよこいちくんこいちくんはい、あ、え、すいませんチャンネルの声がするチャンネルがおだーすえお、おはようございますおーいチャンネル、あ、犬だびっくりした南パイセン入ってくるオッケー、来るかもまずは、こういちくんの浄化の浄化の登場です南ちゃんこんにちはこんにちはお出迎えからスリーター取るうわ、マジかよ何これ貝のエキスで追いに放ってる貝のエキスですげえ。これ二日酔いにならないよなんかシジミ的なノリで三段タートルもいるやっべえな、ボイルすげえ、ドアがいっぱいあるてか、一軒家だねあっよっしゃ、カモ来るカモイエーイマイメーやあ、チャレチャレもう挨拶がチャレもうすげえ光一パイセンうわ、光一パイセンいらっしゃいましたよ意外とあれですね。綺麗です。もっとこっちゃってしてると思ったんですけど。2匹目のタートル。え、あ、4匹目の。これはね、何年前だっけな。4年、3、4年ぐらい前に、はい、亀すくいでゲットした亀が。亀すくい友達が。祭りっすか。そう。おぉ。亀すくいの亀が1年ぐらい絶対死ぬって言って。はいはいはい。でもこいつはもう4年ぐらい。すげえ。この石に乗れるぐらいのこれぐらいの大きさの時にえこいつがですかそうそんなでかいの乗れるぐらいのサイズだったんだけどはいで乗ってる写真を撮ってはいここかなはいあ、いる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 祭りで体で刻んじゃってんじゃん祭りで撮ったカメがこれに乗ってるの入れてもらったんすねこれ、こいつがもしも亡くなった時切ないっすね確かにちょっと祭りで亀すくいなんかやるんすね結構そういうのやるタイプですかやっちゃったんだじゃあゲームとかもするんすねゲームちなみに何ウイレとかあプレスやったウイレするんだそうだ、こいつサッカーやったんすねやってたっすよ、やってたっすよそうだそううわこんなでけえテレビでちょっと待ってくださいよこっち来ましたよこれヘネシーっすかあ、それもヘネシーこれもヘネシーそうめっちゃヘネシー好きっすねでかっこれ何ですかそれは、あの去年ワンマンやった時に、はい、そこらさへ、うわ、中に入ってるドンペリっすかいや、何なんだろうこれわかんないすげえ。スパークリングワインでかっイエーイエー黒切りもあるよ。あ、黒切りも。黒切りですよ。いや、ヘネシーチャラくないですかこれ。あ、初めて見た。なんすかこれ。え、これ知らないなんか。おしゃれ。コンビニ限定だったな。え？なんかチャラ。可愛いな。ほら、ああ綺麗だ。一箇所に全部詰めてるみたいなのないっすね。あ、え、ちょっと待って。あれ、かわいい。あれ、卵ボールあるんですよ。え、光一くん。ちょっと待ってよ。めちゃくちゃかわいい。好きなんすか。今ちょっと好き。卵ボール。結構食べてますよ。しかも。こういう時も犬も食べる。あ、犬も食わせてシェアしてるんですか。ちょっと待って。さらに見つけちゃったよ昔の女かなこれはいいですねなぜか証明写真で撮ってるそのままプリだろ横の部屋とかも行ってみます行きましょうか何個部屋あるんですかね4つ5個おーなんか開けた瞬間ブランド物のバッグがうわぁうわぁすげぇきれすげぇ
まずハンガーが全部揃ってんのがすげえ。確かに、うん、バラバラだもん、うち。綺麗な、めっちゃもう入んなくて、引っ越しのタイミングで結構、うん、来ました。7割ぐらい捨てて、うわ欲しい。これ恥ずかしいな、これ。見て、あれちゃんとしたやつと、あの、安物。これちゃんとしてないの？わかんないです、これフジテレビの収録でもらったやつ。もう質感が全然違いますよ。でもこれ、LA で買った超安いやつ。あ、そうなんですか。うわー欲しい。ダメージやばいじゃないですか、これ。ほぼダメだ。ほぼダメージだ。しゃべー。ダメージないとこないじゃないですか。夏しか着れない。足見えない、うん、あ、そうなんすね。ここだけだ。そういうことっすね。めっちゃおしゃだな。これとか着ます。防弾チョッキ着ます。防弾チョッキ。あー危ね。防弾チョッキ。防弾チョッキ着るとこあります、日本で。このブランドの服多いっすよ。あ、それは、うん、まあ、これ俺がなんかディレクションしてる、ああ今着てるのがそうっすよね。そう、俺がディレクションしてるブランドで、かわいいっすね。ちゃんでめっちゃ欲しいっすよ、あのジャケット。超チャラくない？うわ、なにこれ。チャラいっしょ。これやばいっすね。去年のワンマンかなんかで、はい、あの、友達が、知り合いがやってるブランドで、で、なんかオーダーで作ってもらった。へぇー、一点物っすか。そうっすね、そのライブで仕事してる。かっけぇー、結構のシャツとかかわいい。俺らここで服選びてぇな。くれないでしょ。え、こっちは、こっちは洗面所。洗面所も行っときますか。まあ、うわ洗面所。普通っすね。あれ洗濯機にウーハーついてないんですよ。洗濯機にウーハーでこう回った時の音とかも。なんか ドラム式の超でっかい洗濯機を持ってて、はい、うん、そしたら ここのドアが入んない。ここ通らなそうですね、確かに。そうか、もう通らないもん。これ洗面所にチャラポイント少ないっす。デオドランえぇ、ー見たことねえ、デオラドランとかいっぱいある。何これ。マッキー塗るとかに。え、これ日本で売ってんすか。日本でも売ってます。書いてます、ね、うわー、綺麗。いいっすね。めっちゃいい。またオールドスパイス使ってるじゃないですか。フィジーのウディソもチャレーなー。でっけ。上行きますか。行きましょう。上は何あるっすか。上は作業部屋と、はい、寝室はちょっとあれだけど、作業部屋。うわいいなぁ、こんな光めっちゃ入ってるじゃないですか、この家。かわいい。この子はなんて名前ですか。これはアイくん、アイちゃん。アイ、アイ、サリ、サリ。おぉ、うわぁ、うわ、作業部屋にゴリゴリの人たちいる。うわ、やべえ。ゴリゴリがいる、ゴリゴリが。クルーがいる。ゾットと、プロデューサーのゾットと、あとイレイサー、ラッパーのイレイサー。イレイサーさんとゾットさん。まあ、いつもオレンジ。あ、だいだい溜まって、曲作って。曲作って。あ、もうここで撮っちゃうんですか。あ、でもこれは、全然その、仮撮りみたいなラッパーのやつとかは、まあ、ここで作って撮って、みたいな。撮りながら作ってみたいな。うわ、ここもう完全に音楽だけの部屋ってことですね。そう、もう本当にここでしか作業しない。自分でここで竹をやって音って。へぇ、かっこいい。かっこよ。かっこよいじゃん。それでしかつかない。なんか意外とその人形とかが多いから。ドラゴンボール好きなんすね。そう、なんか、はい、これなんだっけ、くじ、コンビニのやつ。コンビニの一番くじの。俺もこれ持ってるんで。当たるまで引き続けました。3万ぐらい。そう、同じこと。うわ、一緒っすわ。当てた方がいいっす。でもあれだよね、そのなんかなかったんだよね、もうな、特賞みたいな。3万円分ぐらいしかもう残ってなくて、その、はい、で、あれですよね、最後のやつ引けばもらえるやつですよね。全く同じことしてます。あ、これ良かった。お、うわー、アルバムだ。バチバチ聞いてますけど、俺は7枚目のアルバムで、はい、まあこれここ読売ランドの近くなんだけど、はい、引っ越してきてからの曲
曲、全曲そういう、はい、あのここに引っ越してきてから作った、まあ、アルバムで、はい、まあ、タイトルもそのまま読み寄り、読み寄り、すげえ、このアルバムじゃあいただいたということで、バシバシ聴いて、我々もよりチャラくなりましょうよ。ゾットさんめっちゃ入ってる。そうなんですよね。そう、ほとんどもう俺のメインプロデューサーっていうか、はい、入ってますね。すげえ。そう、ファンデーションとかいうチャラい曲も、もう彼が。あ、そうね、俺らも結構最近いろんなことあったから、はい、相手にしないっていうのが結構刺さりまくって、うん、さあということで、バシバシ家の中勝ち込んできましたけども、はい、まあ結局ね、うん、結局最終的に一番光ってたのは卵ボーロ結局一番ね、ギャップパなかった、ギャップがパなかったキャワだから、あれは卵ボーロ見つかっちゃった卵ボーロ主食なんですか、主食、あれちょっと好きじゃなくて水のために買ったみたいな言い訳してたじゃないですか親しみやしい